2020年6月17日水曜日、毎度かなえ、第201回国会が閉会となりました。しかし私が理事を務める厚生労働委員会は閉会中も審査を行います。また第2次補正予算の円滑かつ迅速な執行とともに第2波第3波への備えも進めていかねばなりません。全力で取り組んでまいります。昨日、公明党女性活躍推進本部を開催し、女性活躍加速のための重点方針2020案について議論を行いました。本部長としてしっかりこのコロナ禍で明らかになった女性活躍を妨げている課題に取り組んでまいりたいと思います。